シューティングの名作グラディウス2だ。今回は X の華麗なプレイを諸君に見てもらいながら講義に入りたいと思う。ほらそこのやつ寝てんじゃねえぞ。まずシューティングの基本は記憶力だ。アイテムや敵の出現パターンをいち早く読み取り的確に移動する。これぞシューティングの極意である。おいちゃんとメモっとけよ。グラディウスシリーズの場合パワーアップシューティングだから、そのやり方もポイントだ。まず最初にスピードをアップさせることは言うまでもないが、あとはそれぞれが最も自分に合ったパワーアップ方法を見つけるべし。ただし一つ注意、素人が陥りやすいのが無理にパワーアップを取ろうとして死ぬパターン。次たるは及ばざるが如しだ。カロリーと同じで取りすぎは良くないぞ。さてここでグラディウスが必ず上手くなる超極秘テクを特別に教えてやろう。本来スピードアップは2から3段階がベストだが、それを最初に無理やり4から5段階まで上げてしまうのだ。当然プレイしにくくなること必至だが、この方法でスピードと緻密な操作方法に慣れておくと、普通のスピードでプレイするときに非常にやりやすくなるというわけだ。嘘じゃねえぞ、プロゲーマーはみんなこうやって鍛えてるんだからな。さて今度はプレイするときの視線についてだ。下手なやつに時期ばかり見てる野郎がいるが、もうちょっと先を見ろってんだ。ある程度先を見ていないと突然の敵の出現に対応できんぞ。かといって必要以上に目線をキョロキョロさせるのも感心せんな。キョロちゃんじゃねえんだからな。昔 X の親友毛利名人の視線をチェックしたことがあるんだが、実に安定しておった。やはりただのオタクではなかったようだな。それから時期のポジション取りも大事だぞ。敵にビビってどんどん後方に下がっていくやつがいるが、これは百害あって一利なしじゃなかった一利なしだ。画面は広いのだ。上下だけ使うのではなく、時には前にも出るようにしよう。以上のようにシューティングは非常に奥が深い。しかし誰しもその奥義を極める可能性を秘めているのである。プロゲーマーも最初は素人、諸君も X 目指して精進すべし。ではまた会おう。さらばじゃ。